どうも、サトクです。では今日もやっていきましょう。今日の絵はこれ。ではいつもの通りトレースからやっていきます。シャープの、346。はい、ではやっていきます。残り20回ですね。なんか残り100回とかになった時もね、結構なんか、ああもうちょっとやなと思ったんですけど、もうさすが年末ですね。うん、残り20回という響きに自分でも、ああこの1年よく頑張ったなというちょっと感慨深いものがあります。あれなんですよね、どうしてもこう YouTube で上げてるとチャンネル登録者数、誤解のないように言うと欲しいですよ。あのチャンネル登録者数なんていらねえ、再生回数なんて気にしねえ、そういうタイプではないです。欲しいのは欲しいですけど、何が何でもっていうタイプではないかな。うん、でまあもともとはね、コメントをいただいて絵を上手になろうという趣旨やったんですよ。ただまあ再生回数がいかないとコメントも、もちろんないですし、で、既得にもチャンネル登録され、していただいた方は、特に絵に興味のない方々、ありがたいんですけどね、方々だったので、で、まあそういったことを踏まえて、よいしょ。まあ、そういったことを踏まえて、ずっとやってきたんですけれども、中にはというか、時にはね、もうちょっと、この、クロッキーするのしんどいなっていう日も実はあったんですよ。が、しかしですよ。続けた結果、まあ、続けてよかったなと、まあ、あとね、これ含めて20回あるんですけど、続けてよかったなっていう感は、非常にありますね。で、本会のところ、クロッキーが上手になったかっていうところなんですよね。で、そこに関しては、自分で言うとちょっと語弊があるんですけど、うまくはなったのかなと思うんです。ただ、その、なんて言うんでしょう。じゃあ作品として上げれるレベルまでいったのかっていうと、そうではないんですよ。そのクロッキーとかデッサンとかが上手にはなったけれども、100点なのかって言われるとそうではないんですけど、なんでしょう。1点が10点にはなったのかなっていう感じはします。書き始めた頃ね、本当にまあ、絵はね、好きなんですよ。で、アニメっぽい絵を描いたりとか、そんなんはずーっとしてたんですけど、まあ、お仕事でね、そういったことも、前の仕事でやってたりもしたんで、あるんですけど、まあ、それでもずーっとこの、1年やり続けることによって、うん。1が10にはなったのかなと思います。はい。ではとりあえず5分測っていきます。はい、5分ですね。よいしょ。はい。とりあえず色を合わせていきます。はい。合わせた場所は、ここです。もうね、すでに顔からずれてるんですけどね。中心、これがうまいこといかん。中心はギリあったのかなっていう感じはするんですけど、あと幅ね。高さが、やっぱり首が苦手。ここは、なかなか難しいですね。で、胸もギリを打ったのかな、ちょっと上ですけど。で、肩がね、ここで、こっち側が上向いてるんですよね。もっと、
前に行かんとダメやったんですけど、でここもね、もう少し長くないとダメやったんですけどね、手首の位置がずれてますね。で、ここら辺の手はね、うまいことちょっと見えないんですよね。こんな感じで書いてるんかな。ね、ずれてるとやっぱわかんないですね。脇書き直したところでよかったかなと思います。肩の位置が低いですね。こっから書いてて、しかも外に出てる。撫で肩になるんかな、これは。で、まあ手の位置も若干長いんですけど、うん。そんな感じですね。少し動かします。はい、合わせた場所は、ここですね。ここと。で、それでもまあ、こっち側がずれてるっていうのと、ここはギリ折ったんかな？あ、ずれた。こうですね。膝もまあまあまあって感じでしょうね。はい。足はちょっと短くなってますね。足先の方がね。よいしょ、ここ。若干まあずれてますけれども、一つ一つの形に関してはやっぱり相変わらずって感じですね。そんなに大きなずれもなく、ただ足、決して上手でもなく。で、上半身、下半身、この3つのバランスがね、なかなかうまいこと取れないのに苦戦しておりますが、この1年でそこまでなんとか来れたって感じですね。はい。ではまた次回も頑張っていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。本日の動画はここまでです。チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録をお願いいたします。また、高評価やコメントよろしくお願いいたします。ではまた明日の動画でお会いしましょう。さよなら。